おかっぱは主に女性の髪型の種類の一つ。前髪を額に垂らし切り下げ、後ろ髪を襟足あたりでまっすぐに切り揃えた髪型のこと。故障は他におかっぱ頭、かっぱなど。かつての欧米では少年や少女がよくしていた髪型で、日本では少女の髪型として主流だった。現在では大人の女性の髪型としても人気がある。同女像、 岸田流星筆名前は文字通りカッパに似ているということに由来する。日本では古くは頭頂を反り上げた上で、周りの長髪を残して垂れ流し、カッパのようにした男性の髪型を断髪、またはおカッパ頭と呼んでいた。江戸時代になると、こうした断髪頭は刑罰を負った者や世俗を離れて出家した者の髪型となり、おカッパ頭といえば、 少女の髪型を指すようになった。成人女性のショートヘアが一般に広まったのは西洋でも第一次世界大戦以後のことである。1910年のポレール1920年の新聞記事はボブヘアは我々のものだ。と宣言している歴史的に西洋の女性は通常髪を長くしていた。若い女子、女優、そして数人の 上流もしくはファッショナブルな女性は、第一次世界大戦前から短い髪にしていたが、例えば、1910年に、フランスの女優ポレールの、短くて黒い髪のショック1890年代初頭に、彼女が採用したカット、等、戦争の仕事に従事する女子が長い髪の不便さに気づくまで、この髪型は、一般的に素敵だとは見なされなかったのである。1909年、 世界初の有名人美容師となったポーランドの美容師でアントワンデ・パリと呼ばれたアントニシエル・プリコフスキーはジャンヌ・ダルクに触発されたショートボブカットのファッションを採用。1920年代に彼は大胆な若い女性に人気のあるシングルカットブルームズベリーセットとフラッパーを発表した。彼のクライアントの中にはココシャネル、ルーマニアのマリー女王、サラベルナール、 クレタ・ガルボ、米国のファーストレディのエレノア・ルーズベルト、ブリジット・バルドーなどの世界的に有名で、個性的な女性たちがいた。子供の頃に髪をボブにしていた英国社会の美女、ダイアナ・クーパーは、10代の間この髪型を維持し、1914年まで続けていた。有名ダンサーであり、王子のファッションのトレンドセッターであるアイリーン・キャッスルは、1915年に、 彼女のスタイル、キャッスル・ボブを、需要的なアメリカの聴衆に紹介し、1920年までに、そのスタイルは、急速にファッショナブルだと認識され、1920年代、初頭に、映画スターのメアリー・ザーマンによって、1920年代、半ばから後半にかけては、コリーン・ムーアによって普及。アメリカでは、フラッパーと呼ばれた若い女性たちの間で、この髪型が流行した。 折しも直線的なスタイルのシャネルスーツと相まって1920年代を特徴づけるアールデコファッションのスタンダードとなったのである。また同年代後半には女優ルイーズ・ブルックスが映画パンドラの箱でこの髪型の持ち味を活かし男を破滅させる魔性の女ルルを演じたことでよく知られている。日本でも様相の普及に伴い 昭和初期にモガのヘアスタイルとして東京その他の大都市を中心におかっぱが流行した。それでもフラッパーなどは若い女性のやや衝撃的な独立の生命として見られていた程度で年配のものは依然長いドレスと思いエドワード風の髪型の女子を見るのに慣れており主にロングヘアのアレンジとカーリングのトレーニングを行っていた美容師も 女性向けのショートスタイルが到着したことに気づくのが遅かったため、都心の多くの理髪店で、店の外で女性の列をなし、られた髪の毛が成長するのを何年も待っていたという。成人女性がこの髪型にすると、少年のような雰囲気が出るため、従来はモード系の髪型と受け止められていた。しかし、1970年代後半から1980年代にかけて、 アメリカの成人男性の間でも流行した上、同年大終版からアメリカ版、防具の編集長アナ・ウィンターが看板にすると一般的な髪型の一つとして定着した。1990年代初頭にシンディ・ローパーが髪を非常に珍しい髪色とボブのヘアカットにしていたほか、その後も1994年にクエンティン・タランティーノの映画、 パルプフィクションでユマサーマンが演じたミアオレス、英仏アクションスリラー映画、レオンでナタリー・ポートマンが演じたマチルダラのキャラクターをボブのヘアカットで印象付けた。特に1992年のアメリカ大統領選挙、運動中、ビル・クリントン候補の妻、ヒラリー・クリントンがアレンジ版ソフトボブでマスコミに登場するようになると、20代から40代の 女性を中心に爆発的なボブブームが起こり、現在では、これが50代以上の女性にも波及している。1990年代半ばから、後半、TLC の T ボズまた前髪と非対称という、非常に珍しいボブのヘアカットが出現。また、スーパーマンの新しい冒険で、ロイスとクラークの、第3シーズンの最初の2シーズンと最初の2つの、エピソード、 ロイス・レームのキャラクターがトレードマークのボブのヘアカットという設定であった。また、バリーソン・レンフェルドの1997年の映画メイン・ブラックではローレル・ウィーバー博士のキャラクターもボブカットであった。2005年11月、カナダのアイスダンサーであるクリスティーナ・レンコは ITV1 の新シリーズダンシング・オン・アイスへの参加を依頼された際に彼女は、 トロントのスタイリストのところに行き、好きなようにしてくださいと言って、スタイリストは、レンコのウエストの長さの髪を、A ラインボブと呼ばれる姿にカット。これは、髪の毛は、後ろが短く、前に向かって徐々に長くなり、最も長い部分が顔の前に向かっている。その後、元スパイスガールズのビクトリア・ベッカムは、自分の髪をそのスタイルにカットすることを決め、美容師に、 ボブを求める女の子たちと共に世界中で人気を高めるのに貢献。2006年にボブは歌手のマドンナも採用し自由奔放に生きるシックからの脱却の象徴として女優のシエナミラーも採用する。アリス・リデル・キシダ・リュウセイ、同女図、レイコ・リツゾウ・ワカメちゃん頭、ありがとうございます。